ドラフト候補生の投げ方、ガチで意味不明すぎる。6月5日、東京ドームで行われた全日本大学野球選手権の1回戦、国際武道大と広島経済大の一戦、0対9で迎えた8回1死に、3塁の場面で4番手としてマウンドに上がった広島経済大、根本大成、4年、広島賞が投球練習を始めると場内がざわめいた。右足を上げた後に打者から見て、くの字に腰を曲げる。そしてサイドからボールを投げ終えた後は、一塁側に向かって飛び跳ねる。地面ギリギリのリリースからボールを投げる。この超独特な変則投手の根本だが、わずか3球を投げて敵地打を打たれてしまい交代となってしまった。いい結果とはいかなかったが、超変則投法の左腕にネット裏の観客からは大きな歓声が上がっていた。根本も中継ぎとして貴重な戦力、秋は神宮球場のマウンドで投げる姿に期待したい。なんだこいつ、は生きのいい魚みたいや。さあ、フォームの癖が強いんじゃ。超変則投法久々に見たわ。体があっち行ったりこっち行ったりすごいな笑い。マウンドで飛び跳ねているやんけ笑い。ちゃんとストライク投げれてたからすごい。それな、コントロールは悪くない。すげえ練習したんだろな。左のアンダースローって絶滅危惧種やん。プロで左のアンダーとかっているん。てか、過去も含めていたことあるのかな。いるで、西武に行った中崎渡した左腕がめっちゃ光ったはず。カープの中崎の兄貴か。懐かしいな。主力になるかどうかは置いといて、こういう選手はいてもいいよね。水島新司の漫画、野球教の歌に登場する左のアンダースロー。水原勇気みたいやな。漫画屋のこいつはチームの主力みたいなもんやろ。水原勇気、水島新司の漫画、野球教の歌に登場する左のアンダースロー投手で、女性初のプロ野球選手として9位はなかったが、制球力に優れストッパーとして活躍した。結構似てるな笑い。左のアンダースローが抑えは熱いな。超絶緩急が効いて抑えられるんかな笑い。ところで、この選手はドラフトにかかる可能性あるんですかね。あると思います。だって広島商業から広島経済大学ですよ。ギータと一緒。それは可能性ある。オックスさん育成とかありそう。地元カープも育成取ってるから取るんかな。左のワンポイントでいけるかな笑い。ちょい球が遅すぎるからな。もう少し球速が上がってこればあるかもだな。ドラフトかかるかは正直微妙やが、面白い投手だから今後も気になるよな。負け試合とはいえ登板の機会が与えられているし、秋またこの投手で盛り上がれるようにチームには勝ち上がってきてほしいわ。